ありえない。でもここにある列上を優に超え、愛おしくかけがえのなくなったそれは手に馴染んでいる。離れなくないようでもあり、ここにいても違和感のない何かがある。これ何か、今はなきあの人に直接インタビュー。まあありといえばありだし、なしといえば無効になるんじゃね。むしろ何でも思った通りに解釈すればいいんだよ。インタビューは、なるほど、わかりました。つまり頭の中一つでどうにでもなるっていうことですね。ガーデンプレイスの緩やかな気の抜けそうな坂道を二人で歩いてた。それとなくそれっぽく動いてる。みんなずっとこの空の下で、すべてあるがままに。柔らかな気持ちが思いがけずあなたに流れて、なぜか止めたくなかった。オートマティック、オートマティック、一人でに、一人でにそばにいて、芽生えた何かを手に。ただ一つ決めてることがあって、それはインスタントワールドにならないこと。見るのは地獄、相手を巻き添えは論外。バカは二人もいらないよ。世の中はあまりもに不都合で、思わぬところで思わぬ結果に落ち着くことがある。え、ここどこ、これどういうことですか、なんてのが多く、心ある聞き手はメガネと胃薬やらが友達、ついでにゲームをしてたりする。あー、山の線乗りたくないな。こんな時は本能やらで何も決めない方がよかったり、まあそんな感じで。0と1だけで全て片付けば世の中かなり楽になるよね。何十回聞いたかわからないフレーズ、まさにアホやー。どうせ私はネットワーク上の生命体、血は通ってないんだ。だから0と1、 1 and 0。 イエイ、リスン、 Thank you。 イエイ。